快楽のアルターエゴ、メルトリリス。心底嫌だけど、あなたと契約してあげる。光栄に思いなさい。いちいち面倒な手段を取るのね。まあいいけど。完璧な私に変化なんて必要ないんだけど、そこまで言うなら少しだけ付き合ってあげようかしら。無駄な努力、ご苦労様。満足？あなたが欲しいのはより強いお人形？それとも新しい姿の私？どちらにせよ、その欲望は叶ったわね。不愉快よ。とても不愉快だわ。あの、何一つ足りないものがなかった私の体がこんな風に変わるなんて。しかも、それが割と嬉しいなんて。こんな体にした責任、取ってくれるんでしょうね。あまり近づかないで。あなたなんてたった一回まぐれで私を呼んだだけの仮のマスターよ。立場が上どころか対等ですらないと知りなさい。アルターエゴは人間を否定するように作られた。私たちは天敵というわけね。もっとも狩る方が私たちで、狩られる方があなたたちの一方的な関係だけど、あなたも懲りない人間ね。私が怖くないの？刃物のヒールに棘の足、触れるものすべてを溶かす毒、兵器としての制圧力以外あなたが求めるものはないでしょう。言っておくけど、あなたを好きにはならないから。ちょっとこの世の終わりみたいな顔しないで。仕方ないでしょ。私の恋のあり方は相手を傷つけるだけなんだから。はあ、もう分かったわよ。私の負け、あなたの勝ちよ。こんなに我慢強いやつ、あの人以外に初めて見たわ。ほら座って。バカなマスター、今は少しだけその膝に座らせて。そろそろ経験値が欲しいわね。雑魚でもサーヴァントでもいいから私にヒールを震わせなさい。契約をしている以上、あなたの命令は聞いてあげる。でも思い上がらないで。こんなものいつだって切り裂いてしまえるんだから。主従関係って何を言っているの？あなたと私は利害が一致しているだけ。それを忘れないことね。 BB もいるの？私あいつ嫌いなのよ。いい？同じパーティーになんかしたら後で思いっきりお腹に膝だからね。リップがいると面倒でしょ。あの子呪いし、バカだし、口下手だし。でも反省する機能はあるから、見捨てずに育ててあげなさい。あなたならできるでしょ、それぐらい。ふん、今さらあんな男どうでもいいわ。どうでもいい、どうでもいいんだってば。でも恋とは関係なしでしばきたいわ。特にあのドンファン顔に突っ込みたい。円卓一の美男子。ああ、鳥のこと？そう、あいつ円卓で一番だったの。ま、黙っていれば欠点は出ないだろうし、声も悪くはないし、妥当な話なんじゃない？私はああいうタイプ、イライラするだけですけど。考えてみれば、あの騎士とはいつも顔を合わせるわね。誰って、ガウェインのことよ。少しだけデリカシーに欠けているけど、リップの相手にしてはまずまず。いえ、ダメね。私より先にリップに王子様が来るとか全然ダメ。悔しいじゃない。あのマスター、今女神アルテミスがいた気がするんだけど。いえ、気のせいよね。ちょっとガレージキット作りに没頭しすぎて目が疲れていたのよ。だいたい
アルテミスは私が尊敬する数少ない女神よ。それがあんなだらしのない肉付きで、しかもぬいぐるみに夢中だなんて嘘よ。じゃあ私もいつかあんなバカップルになるっていうの？あら、素敵な童話作家様までいるじゃない。こんばんは、ミスター・アンデルセン。ついに年貢の納め時ね。観念してあの底なしの性悪女に引導を渡してあげたら？え？宇宙が滅んでもありえない？私とワカメが和解するようなもの？ちっ、痛いところをつくじゃない。好きなの？そうね、趣味でいいなら教えてあげる。フィギュア、人形鑑賞よ。興味があるならそこに座りなさい。手始めに丸一日じっくりレクチャーしてあげるから。嫌いなもの？そんなもの人間に決まっているでしょ。つまらないことを言わせないで。聖杯？興味ないわ。時間さえあれば私だってあれぐらいできるもの。イベントね、書き入れ時だわ。行きましょう、マスター。踊らされるのはどうかと思うけど、私こういう狩りは血が騒ぐのよ。誕生日よかったわね。一人でケーキでも食べていれば。ほら、そこに一つ買い置きがあるでしょ。身も心も生きていた痕跡さえも溶かして。行くわよ、行くわよ、行くわよ、行くわよ。一息で飲んであげる。サラスバティメルトアウト。